はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、いやーね、今年はね、まあもう今年も今日で最後なんですけどもね、今年はね、虫歯に侵された1年でしたね。なんと今年はね、22回もね、歯医者に行きましたよ。ざっと月には2回は行ってるペースなので、まあ、感覚的にはね、2週間に1回ですよ。よう行きましたわ。こんなに歯医者に行くことってあります？まあ、普通の人やったらこんだけ行ったらね、治ってますよね。もうほんまにね、大変やったという言葉しか出てきませんよ。というかまだまだ続きますからね。これね、年明けでもまだまだ予約入ってるんですよ。まだまだっていうか、まあ1回分しか入ってないんですけども、まあ来年も何回行かなあかんねんっていうぐらいね、行くんでしょうね。まあでもこうなってしまったのもですね、免疫抑制剤が原因なんですけどもね。まあ、僕はね、何回もお話ししてますけども、白血病で骨髄移植をして、それの副作用を抑えるために免疫抑制剤を飲んでます。で、免疫抑制剤はね、糖尿病とか骨粗鬆症とか大腿骨頭壊死症とか白内障、緑内障を引き起こす可能性があります。で、これらはですね、まあ、血液疾患が原因となってますので、まあ、そもそもの血液疾患である白血病を治すためにですね、別の血液疾患になってしまってしまうかもしれないというね、怖い状況なんです。で、そんな一環で虫歯にもね、なりやすくなってしまってるんですよ。しかもね、まあ、虫歯も糖尿病を引き起こすことがあるのでね、もう速やかに治療していかなければなりません。しかしね、あの免疫抑制剤飲んでるのでね、まあ、治療してもね、他の歯が虫歯になってしまってしまうので、治療が追いつきません。まあ、この人間の歯というのはですね、親知らずを入れると32本あるんですよ。もし全部が虫歯になったとして治療をしたとしても、32本を治療すれば終わります。それってどれぐらいの期間になるんでしょうかね。まあ、今現在でもね、その僕の歯の治療でね、まあ、治してもらったよっていう歯は実際にはまだね、4本なんですよ。32本のうちにね、4本しか治ってないということは、まだ28本残っていて、それらが虫歯になる可能性があるってことなんですよね。今は、まあ、5本目に取り掛かってもらってるんですけども、その4本を治療するのに1年以上かかってますので、あの残りの28本をね、単純計算するとですね、8年かかります。めっちゃ嫌ですよね、もうほんまに。ちなみに白血病はですね、発覚して入院してから10ヶ月で退院しました。今のところ再発はしてません。あの骨髄移植をして寛解になって2年半弱が過ぎました。あの5年間再発しなかったら完治と診断されるので、歯医者に通って虫歯を治療する方が長くなりそうです。あの5年間再発しなかったらという考えはですね、今病院の先生によって変わってくると思いますけどもね、白血病の完治というのは明確にはないらしいんです。まあ、先ほど寛解と言いましたけどもね、寛解というのは白血病においてはね、白血病細胞の数が、まあ、規定の数よりも少ない、または存在していないという状況体のことを指します。で、この状態が5年続くことで、まあ、5年間寛解を維持すれば完治ということになります。なので、あと2年半はね、頑張らなあきませんのでね、気が抜けません。というか、病気というのはですね、一生気を抜いてはいけませんので、もうね、一生戦っていくもんなんですよ。そんな白血病と戦っていく中で、虫歯や糖尿病や骨粗鬆症や大腿骨頭壊死症とかね、白内障、緑内障がね、邪魔をしそうになるんです、僕の体を。まあ、虫歯以外はね、僕の年齢ではまだ、あの世間一般的にはね、問題視されるようなことではね、ありませんので、もう友達らとのね、話がね、ちょっと合わなくなりました。あのまだね、友達らの中でね、こんな話をするコーラはね、出てきてないんですよ。まあ、もちろん出てこないの方が本当はいいんですよ、ほんまにいいんですけどね。でもね、ダイエットのお話僕よくしてるじゃないですか。そのダイエットのお話なら、その年齢問わずに、まあ、皆さんのね、その SNS を見てるとですね、こう結構共感できるところがあるんですよ。なんですけど、逆にみんなは僕の SNS を見ても内容が濃いというか難しすぎて共感しがたいみたいです。でも、まあこうやってね、見てくれてる人たちっていうのは、あの優しく見守ってくれてるし、時にはね、こうコメントでダメ出しをね、くれるので、本当に心の支えになりました。本当にありがとうございました。来年はね、免疫抑制剤を減らして、できればなくして、虫歯も治して、美容師としてね、職場復帰します。それでは皆さん、2020年も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。
僕は元気です。